非常に危険です。ちょっと早く回復させてください。はい。前です。気をつけてください。私が直してあげます。前です。気をつけてください。はっ。私を信じて。お兄ちゃん、まだ寝てるかな。葵、行ってな。お兄ちゃん、起きてたんだ。とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。お兄ちゃん、体鍛えてるの？あー、ちょっとだけ。それも筋トレの効果？そんなことより、早くしないと遅刻するぞ。確かに筋肉がついた。教会からかな。はい、水篠です。やっと出た。何度かけても出ないし、かけ直しても来ないし、今月の家賃がまだ入ってきてないんだけど、しばらく待とうか。いや、すぐに振り込みます。今はお金が必要だ。家賃を払うために何とかしないと。あれ、この募集は。右京隼人です。お名前は？水篠俊です。電話でもお伝えしましたが、戦利品の分配はできません。
数合わせ代として現金で20万お渡しします。何をすればいいですか？そうですね、荷物運びをお願いします。それでは契約書にサインをお願いします。タンクとダメージディーラーだけの攻撃対価、めちゃくちゃだな。ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねるか。わかりました。どうやら僕たち仲間のようですね。はじめまして、諸菱健太、21歳の D 級です。僕も数合わせで呼ばれました。こいつ、さてはボンボンだな。それでは潜りましょう。出発するみたいですよ。僕たちも早く行きましょう。暗すぎる。コージ、明かりつけてくれ。なんだここ、魔獣はいないし。魔獣がいないダンジョンもあるんですか？違う、姿を現してないだけだ。暗闇の中、群れで行動し光を見ると駆け寄ってくる。この音、昆虫タイプの魔獣です。昆虫だと？どっから来てんだよ。上、全員構えろ。俺が奴らの気を引く。数が多すぎる。コージ、11時の方向、魔法を使え。任せろって。引き立て。悪くない戦いだった。魔法石は9等分だ。助かりました。どうして上から来るって分かったんですか？勘です。勘が鋭いんですね。おかげでスムーズに片付きました。ありがとうございます。まあ、あんまり勘が鋭すぎても困りますけど。はい、ハヤトさん、これ見てください。なんだよもう。それじゃあそちらへ。はい。俺らと戦う前からすでに傷を負ってたのかもしれないな、ボス。それとも、ほう、金の匂いがする。諸菱君、気をつけた方がいい。なんだこの不吉な予感は。
普段と同じようにしてくれ。経験値が稼げそうだ。悪くない戦いだった。ダンジョンの広さはランクと関係ない。内部の把握だけで数日かかることもあるし、数時間足らずでボスの部屋に着くこともある。今回のダンジョンは迷路のように複雑で、移動するのにかなりの時間を費やした。トカゲには気をつけろ。ふと頭に浮かんだ警告、どうしてこの言葉が浮かんだのかはわからない。だけど確かなのは、嫌な予感は外れた試しがないということ。変だな、結構歩いたのに無傷の魔獣をまだ一匹も見てない。さっきから死骸か死にかけばっかだ。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。とにかく今は進むしかない。やるか。正面遅い。ってみよう。傷に逃がすか。燃えてしまい。こっちの番だ。無駄だ。こちらからサポートします。丸見えだ。正面遅い。突撃消える。傷に突き刺せ。こちらからサポートします。傷に突き刺せ。正面遅い。傷に突き刺せ。悪くない戦いだった。勝負してみないか。水篠さん、本当にこの先にボスがいるんでしょうか。そのはずだ。縄張りを示す傷跡からするととんでもなく大きなやつかもしれない。心配いりませんよ。この道俺らが全部倒しますから。でもやっぱり緊張しますよ。
無駄だ。体を休ませないと。後ろからサポートします。突撃ゲル持ってるよ。コージ、ここ照らしてくれ。はい。おいおい、ボスの部屋だ。これはすげえ。これ全部でいくらだよ。あいつがこのダンジョンの主か。つまらない相手だ。水篠さん、サインした契約書を見せてください。契約書？どうやらあの人たち、水篠さんの分け前を猫ババするつもりです。すみません、ちょっといいですか。右京さん、これ水篠さんの契約書ですが、魔法石の分配についてしか書かれていません。ですので、マナ石は10等分するべきじゃありませんか。もちろんです。公平に分けましょう。分かってますよ。ですが、その前にあれを始末しないと。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。その前にマナ石を運び出さないといけません。ジン、装備は？ああ、採掘装備は車に置いてきちゃいました。申し訳ないですが、二人でここを見張っててもらえませんか。装備を取りに行ってきます。ボスの部屋なのに僕と水篠さんだけですか？大丈夫ですよ。よく眠ってます。刺激さえしなければもうしばらくは起きないでしょう。それではまた後ほど。コージ、部屋の入り口を塞いでしまえ。あ、入り口が。やはりあいつらトカゲだ。
沢田浩二だっけ、光を扱う C 級魔法使い。それなりにしっかり塞いでくれてんじゃん。その気になればここを出るのは問題ないが。水嶋さん、下がっててください。僕がなんとか。無数にある目、黒デスクな口、長く伸びた足、強さの次元が違う。次元が違う。諸菱君、動かないで。あいつは俺がやる。経験値が稼げそうだな。正面遅い。遊びはここまでと逃がすか。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。
デイリークエストの報酬を取っておいてよかった。あれがなかったら厳しかっただろう。悪くない戦いだった。もらえるものはもらっておくか。信じられない。間違いない、この人は不正登録者だ。あの水篠様、魔法石預かりますよ。お荷物は僕がお運びします。水篠様、あれ、カバンに装備が入ってましたよ。けしからん奴らです。僕が掘って差し上げますね。急にどうしたんだ。命の恩人へのお礼的な。ハエトさん、中から声が聞こえてますよ。コージ、構えろ。奴らが来たようだ。あいつら生きてんじゃん。諸菱健太、なかなかやるじゃねえか。ハヤトさん、どうします？決まってんだろ、やれ。諸菱、諸菱建設会長、諸菱明星、親父さんだろ。だったらお前に機械をやる。水篠を殺せ。そいつを殺して俺らの共犯になるんだよ。ああ何を戸惑ってんだ。水篠さん、気にしないで。違います、水篠さん。諸菱か、君。おい、そいつの肩を持ち俺らと戦うっつうのか。ハヤトさん、どうします？弱いのから片付けろ。お前ら、人を殺したことがあるか。水城さん、なんてこと。どうして忘れていたんだ。ここはどこよりも弱肉強食の世界じゃないか。システムが俺に殺人を強要する。システムが必要としているんだ、強い俺を。なるほどね。
システムは俺を利用し、俺はシステムを利用する。おい、まだ生きてんぞ。コージ、手加減すんな。いや、手加減なんてしてない。後ろからサポートします。逃がすか。どんな手を使ったのか知らねえが、油断は禁物だ。コージ、やれ。燃えてしまえ。これで終わりだ。傷に突き刺せ。もらった。傷に、そこだ。見せてやろうじゃねえか。化け物みてえな野郎だが、ボスと7人のハンターを相手にしたんだ。もう余力がないはずだ。そんな体で探検を振り回したって俺の防御を破れっこねえんだよ。俺丸見えだ。捕らえた。これで少年遅い。傷に突き刺せ。こっちの番だ。燃えてしまえ。突撃キル。逃がすか。取ってみろ。もらった。これで傷に突き刺せ。そこだ。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。燃えてしまえ。突撃キル。痛みを感じる前に切ってやる。右京さん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやる。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。おい待て、殺すな。金なら返す。ダンジョンで起きたことは外部に漏れないって言ってなかったっけ。てめえ、俺の弟が誰だか知らねえのか。いいじゃん。あれはどうしよう。水島さん、命だけは。ダンジョンが閉ざされようとしてる。急いで出よう。え、ああ、はい。つまらない相手だ。お兄ちゃん、諸菱って人知ってる？
え？その人から電話。まさか諸星君。ここです。用件は？水篠さん、実は。断る。あの聞かなくたって分かりきってる。何かと思えば20回だけ、いえせめて19回だけ。まさかギルドマスターになるために免許を取りたいんです。レイド経験20回以上のハンターであること、あと19回参加しなくちゃいけないんです。そうよ、実は父がギルドを作ろうとしてまして、父が S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターには僕の兄を置いてギルドを企業のように回そうと考えているんです。マスターと副マスター間の摩擦は避けられないはずだ。経験を積んでお父さんを説得するつもりなんだな。水篠さんも仲間が必要でしょう。僕も E 級ハンターを連れてレイドを無事成功させたと言われる方が都合がいいんです。それで報酬は？ギルドの事務所に使おうと建ててる建物です。推定時価は30億ですが、もっといくと思います。一つ条件がある。君と俺二人で行くこと。僕と水篠さんの二人で C 級ダンジョンをクリアするってことですか？人数合わせを雇うんだよ。でも危険すぎません？俺たちが無事なら全員無事。お父さんに実力を認めてもらう絶好の機会じゃないか。ああ、なるへそ。ウォーミングアップでもするか。
息の根を止めるには1秒あれば十分よ。よし、それ。獲物に逆らう権利なんてなくて当然でしょ。よし、それ。